ブーン。こんにちは、ミントです。ブーン。2014年9月からシリーズがスタートしたフォーミュラ E が年々進化しています。元 F1 ドライバーが参戦したり、 F2 などの下位カテゴリーからフォーミュラ E に参戦するドライバーが増えてきています。現在 F1 レッドブルホンダのアルボンも、当初は日産からフォーミュラ E に参戦予定でしたが、リカルドの下位チーム電撃移籍により急遽 F1 のシートを得ましたね。フォーミュラ E の2019-2020 年シーズンには、ストフェル・バンドーン、フェリペ・マッサ、パスカル・ウェイレインなど多くの元 F1 ドライバーが参戦しています。フォーミュラ E はご存知の通り電気自動車のため、 F1 のようなエンジン音ではなく、独特の静かなモーター音とタイヤの音しか聞こえず、バッテリーの問題で当初は1人のドライバーが2台のマシンを使いレースしていました。しかし年々その技術は向上しており、現在では多くの自動車メーカーが参入する人気カテゴリーにまで成長してきました。今回は今年で6シーズン目を迎えたフォーミュラ E の人気に迫りたいと思います。フォーミュラ E は2019-2020 年の新シーズンから正式に世界選手権に格上げされることが決まりました。これにより F1 と全く同じ格付けとなり、フォーミュラ E のブランド力が増しました。フォーミュラ E は電気自動車なので、まさに現在の世界の環境問題にマッチしており、そこで培った技術は市販車にフィードバックできるため、多くの自動車メーカーが興味を示しています。昨年からは日産と BMW が新たに参戦を開始し、それにメルセデス、ポルシェが続き、現在ではジャガー、アウディ、マヒンドラ、DS の計8メーカーが参戦しているんですよ。これまでフォーミュラ E については、ベッテルやハミルトンなどの F1 ドライバーから F1 より下に見られがちでしたが、今後の各自動車メーカーの開発競争により F1 よりも速くなる可能性すら出てきています。しかしフォーミュラ E は鈴鹿などの常設サーキットではなく、大都市での市街地コースに特化しているため、 F1 とは比べようがなく独自の良さを見せてくれています。メルセデス F1 のトトウォルフはフォーミュラ E の新シーズンの開幕戦に顔を出しており、そこでフォーミュラ E の魅力を目の当たりにし、こう語っていました。フォーミュラ E が成功することなど信じられなかった。都市の中心部でのレースは非常に魅力的だし、フォーミュラ E は見事に成長している。メルセデスは2021年以降の F1 でのワークス参戦を保留している中、新シーズンからフォーミュラ E に参戦しています。このため2021年からは F1 ではエンジン供給に専念し、ワークスとしてのフォーミュラ E に集中する可能性があるんですよ。そんなフォーミュラ E は現在使用している Gen2 のシャシー進化型の Gen2 EVO を公開しました。このようにフロントウィングやリアウィングが特徴の近未来的な見た目のマシンは非常に魅力的で、多くの可能性を感じさせてくれますよね。フォーミュラ E には今後も世界中の自動車メーカーが参戦する可能性を秘めています。まだまだ多くの改善の余地のあるフォーミュラ E から目が離せなくなりますね。早く日本でのフォーミュラ E が見たいですね。すでに1000万円の調査費で東京を視察しているとも言われているので、東京や横浜あたりで開催の可能性がありそうですね。そのうちホンダも参戦するかもしれませんね。このように自動車メーカーの参戦が相次ぐフォーミュラ E と、メーカー数が減る可能性が高い F1 とでは大きな違いがありそうですね。皆さんはどこで開催されると思いますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。